君がいなくなって24時間が経った。僕はまた一歩も外には出てない。マイペースでよく寝坊する君のことを思って5分早めた家の時計、ああもう意味ないな。タバコの嫌いな僕を気遣って選んだですってたっけな。カーテンが揺れて目が熱くなった。もうそこに君はいない。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとってその言葉が君には重かったの。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって言わなければ君はここにいたかな。僕のことは多分君がよく